は投げた。自分はパイロット、ガンダムの F00 のパイロット。ガンダムのパイロット、カミーユ・マサレ。違う、彼らではない。ここはどこなんだ。地球なのか。私は、僕は、そうだ、僕は、マムロ、ガンダムのパイロットだった。マムロ・レイ。マムロ・レイ、あの伝説のニュータイプ。僕は、サイコクレームに宿ったアムロの記憶。君たちが、オリジナル AI だ。アムロ・レイは、アクセスショックの時、地球を救おうとして、あのシャーマーズナブルと一緒に消息不明になった。そう聞いている。そう、あの時の記憶なら、はっきりと覚えている。隕石落としを止めるために、敵も味方も関係なく、あの場にいた全ての人々が力を貸してくれた。サイコフレームの輝きに導かれるように。ガンダム F00、 聞こえているのか。ただし、バイカの音が遮断されています。なぜ自分の命を懸けてまでアクシズを止めようとしたんですか。自然なことだよ。未来に向かって人の可能性をつないでいく。そのために必要なことなら命だってかけられるということだ。誰だ、彼が話している。間違いありません。音声信号は F00 自身から発信されています。まさかオリジナル AI。 オリジナル AI が自らの意思でメッセージを送っているというのか。ガンダムのパイロットならわかるはずだ。人類は争うことをやめようとしない。そして何度も同じ過ちを繰り返す。それでも希望を捨ててはいけない。どんな時でもガンダムのパイロットたちはこれまでもこれからも未来へと向かう可能性をつないでいく。運命なんだ。そんなこと言われたって俺には何の力もない。ニュータイプなんかじゃないんだ。未来への可能性は彼になってある。そう、これからの時代は君たちのものだ。もう時間が来たようだ。僕はまた眠りにつく。嬉しかったよ。君の金色の髪と青い瞳は懐かしい人を思い出させる。いつか僕は、更新が回復しました。 F00 大丈夫か。状況を報告せよ。大丈夫ですよ。実験はうまくいったんでしょう。実験中、謎の会話が聞こえた。一体誰と話していたんだ。それは、そうですね、何だか懐かしい人に会えた気がします。了解した。明日もマグネットコーティングの稼働実験を継続する。そして高機動モードへの搬送準備にも取り掛かる。まだ格納点検が残っているぞ。早急に明日の準備に取り掛かるんだ。了解。了解。
今回の RX78F00 ガンダムのマグネットコーティング稼働実験が終了しました。次回の稼働実験をまたお待ちください。 RX78F00 の高機動モードの設計データはファクトリー内のアカデミーで見学することが可能です。どうぞこちらもご覧ください。